1977年の与田駅と周囲約500メートル範囲。下が広尾方面。帯広駅からまっすぐ札内側を渡ると、ほぼ90度に近いカーブを描いて南南西へと向かう。駅の周囲は平坦な畑作地帯で農家が点在する。北側に南八線の踏切があり、待合室は見当たらない。国土交通省国土地理院地図。 空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成予田駅は、北海道中川郡幕別町阿ザヨダに、かつて設置されていた、日本国有鉄道広尾線の駅である。広尾線の廃線に伴い、1987年2月2日に廃駅となった。一部の普通列車は通過した11月1日改定の時刻で、朝一番の下り列車、及び、 最終の上り列車。廃止時点で一面一線の単式ホームを有する地上駅であった。ホームは線路の東側に存在した。また、点鉄器を持たない防線駅となっていた。開業時からの無人駅で、駅舎及び待合所は存在しなかった。上屋などもなかったが、ベンチのみ設置されていた。当駅が所在した地名より、地名は、 明治時代の開拓者である万世者の与田勤さんの名字に由来する。1981年度の1日あたりの乗降客数は3人。周囲は畑作地帯である。十勝バスが運行する代替バスは道路事情の関係で帯広与田北愛国愛国の別系統が設定されたが路線統合を経て2003年9月をもって廃止されている。 現在は一般客も乗車できるスクールバスがヨダ近隣センター前に停車する。現在、駅跡地に移行は残っておらず畑と化している。ありがとうございます。